Picopicosoft.昔々の物語、いつかのどこかとある王家が治めるベルデ大陸、小さくもつつましく、この国の人々は幸せに暮らしていました。王家には代々不思議な力が受け継がれ、精霊たちとの契約によって国土を栄えさせてきたのです。王家の偉業の数々は王の指輪と騎士の剣によってなされ、今なお伝説として語り継がれています。そのためか王家には奇妙なしきたりがいくつもありました。例えば、お城のお姫様は18歳の誕生日に下の祭殿で祈りを捧げなくてはなりません。それが王家の指輪に宿る精霊との約定だというのです。本来のリリー姫の誕生日は数百年に一度ある奇怪な月食の晩でした。付き添いを許されたのは姫の幼馴染でもある少女騎士ジャンヌだけ。ジャンヌの思いはただ一つ、必ず姫を守り抜くこと。平気よ。王家の祝福、ジャンヌ。大丈夫。お待ちください。モンスター？まあ、お下がりください。です。
急ぎましょう。はあ、行きましょう。それに、そうだ、私は、はあ、でも、それだけよ、姫様。ありがとうね。仰せのままに。平気よ。姫様。祈りよ。怖いわ。立ち去りなさい。あなたたちが。
確か…姫様、行かなきゃ。精霊の舞い踊る国と歌われし地、ベルデ。治水火風の精霊たちと結び、大陸を治めたのが初代のベルデ王その人であったという。かつて悪しき影、邪悪の化身が国土を犯した折、王は三度剣を振るった。友たる魔剣士を従えて精霊の加護を指輪に宿し、三度目にしてようやく黒き城に救った巨悪を封じたのだと語られる。そんな、あの伝説は本当だったというの？だから儀式はこのために行われ続けていた。伝説の悪魔、初代王はそれを封じるために精霊の力を借りて。とすれば、ジャンヌ、お願い、ジャンヌ、助けて。
ゃ。よし、ありがとう。お気になさらず。どうぞお持ちください。どうかご無事で。さて、きっと姫様、でも行こう。必ず。お待たせください。あのワンちゃん。教えてください。ちょっといいですか？どうでしょう？私に。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私が騎士になったのは剣よ、前へ。この者が誓います。すごいわ。まだまだです。どうして？ずっと昔、懐かしいわ。私は
それは…大丈夫。なりません。あれは…ありがとうございます。ちょっといいですか？教えてください。閉じ込められた。
負けられない。
ねえ。そんな。これは…いや…みーちゃん、あなたは…あの…助けてくれてありがとうございます。すごいです。わあなるほど。ごめんなさい。でもですが、きっと信じられない。確か。この指輪に…ではまた…これは…姫様との思い出…姫様との思い出、あの時は…そうかもしれないわね。いけません。それはね、平気です。だってね、頼りにしているわ。このベルでは お願い。姫様。そうだ。あっ。
から。お役に立てることはありますか？あれは行こう。
の。うん、あれは。すいません。何か知ってる？ちょっといいですか？実は。なるほど。これは。すいません。何か知ってる？すいません。実は。
負けないわ。
信じられない。やめて。これが、そうだね。僕は、ふーちゃん。行こ。あ、うん。
ありがとう。すごいや。ふーちゃん。あ、うん。君だけが。姫様。彼らは城は そうだね。だから行こう。その指輪は王族は君は僕は これは…でも…
ません。教えてください。すいません、どうでしょう。教えてください。ちょっといいですか。どうでしょうか。ちょっといいですか。何か知ってる？ちょっといいですか？どうでしょう？
すいません。何か知ってる？ありがとうございます。一歩前進だね。様との思い出、ダイアナと初めて会ったのは騎士になって。いいんでしょうか。あれ、それに、失礼します。ありがとう。彼女はメイドさん？あら、決めたわ。ジェンヌ。かしこまりました。そっか。昔の姫様に。あの頃の。
らい焼かせてください。
許せない。許せない。
じられない。負けられない。でも、これはいかにも。ちーちゃん、よい。行こう。うむうむ。大変。褒めて使わす。やるの。おう。うん。なーに。実はの。あの城は。とにかく、ふむふむ、いかにも。しかし、わらわたちは。要するに、実はの、うむ。なーに？いかにも。
さよう。よいよい。お父様は それに お戻りください。この国はでも、そして、姫様、王族として。そばに。ありがとう、ジェンヌ。次は私。注意しましょう。
きゃ。
願い。いいじゃん、わかりました。よし、はい、姫様。許せない。待ちなさい。これが、あら、ひーちゃん、まあ行こう。
私ったら。もう。改めてありがとう。うむうむ、気にしないで。この異変は
様との思い出。あの朝、姫様、楽しみね。それに、はい、あのしきたりなの。でも、ありがとうございます。自信を持って。その先は国のため、そして内緒だからね。姫様。あら。誓います。ずっとおそばに。私も誓うわ。どうしようかな。あんたは。私はレイだよ。
ですか？だって…私は…あの時…それでさ、そういうこと、姫様が、ってわけ。なるほど。びっくり。もったいないもったいない。そうなんですね。よし。いいっていいって。行かなきゃ。ああ。うん。うん。よし。うん、よかった。びっくり。ありがとう。やば。つまり、うん、それなら、またね。罠ではないと思うけれど、ありがとうございます、メドラウドさん。
道しちゃおう。どうしようかな。お願い、兄ちゃん任せてください。
力を貸して。つまり力を貸して。ありますお願い。みーちゃん、ありますか。あの頃の負けないわ。
許せない。負けないわ。あれは、でも急がないと。
私は。確か…行きましょう。褒めて使わす。あの邪悪は…行きましょう。頑張ります。私が行かなきゃ。ジャンヌの思いはただ一つ、必ず姫を守り抜くこと。姫様、しっかり。ジャンヌ、城が崩れ始めて。でも私がおそばにおりますから大丈夫です。ようやく姫様をお助けしたんだもの、絶対に諦めない。さあジャンヌ、さあジャンヌ、ありがとう。ずっと待っていたの。あなたを信じていて、諦めないでいて、本当によかった。ありがとう。
わかりました。報告ありがとう。ありがとう。一日でも早く苦しむ人がいなくなるように。国は民のためにあるものなのだから。いいわ、姫のままで。私もその方が馴染みがあって好きよ。それに世襲の王だけが民を束ねる時代もそう遠くないうちにきっと終わるわ。民とは、私やあなたも含めたみんなのこと。みんなのことはみんなで決めるのが自然だとは思わない？心配しなくても、みんなが認めてくれる間は懸命に国主を務めるわ。支えてくれる人たちもいるものね。さてと、それじゃあ久しぶりに視察にでも行きましょうか。大丈夫、私には世界で一番の騎士がついているんだから。まあ、なんてことかしら。ジャンヌ、これすごく美味しいわ。栗のタルトですか？そういえば、お城では出なかったかも。こっちの焼き菓子は何かしら？フワスに似ているけれど、小さくて可愛らしいわ。それはガレットといって、この時期になると西の修道院で作られていて。修道院、そうだったの。姫様？あの儀式に出かける前はね、何もかも嫌になったらその修道院に逃げ込んじゃおうかなってよく想像していたの。でも今こんな風に街を歩くことができるようになって本当に幸せ。はい、私もです。国主としての姫様と素顔の姫様、その両方にお仕えできることがとても嬉しいんです。仕えるだなんて、私たちは友達よ。そうでしょ？そのねえ見て、あっちのお店のお菓子も美味しそうだわ。ジャンヌもこっちにおいでなさい。